い、お疲れ様でした。3人の久々のラウンドでしたけど、楽しかったね。楽しかったですね。でもなんか暑かったから、いや暑かったね。ちょっとあんまり記憶がないです。前半の記憶を取ったゆうちゃん使い上げだったね。もうベロベロでしたね。はい、はい、ということで、まあ、今回は、まあ、3人一緒に同じ車、いつも結構バラバラだったりするんですけど、うん、今回3人一緒に来てるんで、まあ、車の中トークってことでやっていきたいと思います。はい、はい、はい、でですね、まあ、今回ゆいちゃんがゆいちゃんのインスタグラムで質問を募集してくれました。はい、ゆっこちゃんがそれを持っているのでちょっと読んでもらえますか。 OK、 はい、何個かちょっとタピックして、はい、結構質問かぶってたりしてるんで、はい、そうですね、そう、はい、やっぱり、まあ、もちろんゆいちゃんなので、うんうん、ゴルフ系の質問がすごい。それは何、技術的なってこと？今いろいろ、あ、いろいろね、お願いします。はい、じゃあまずはバンカーイップスです、はい、簡単な脱出方法を聞きたい。バンカーイップス、はい、バンカーイップス、簡単な脱出方法、どういう感じのイップスなんだろう。多分バンカーって出ないんだ、怖いみたいな、入ったら怖いみたいな感じ。クラブ結構なんか出ないパターンで、うん、ボールが上がらないで出ない人多いじゃんね。あ、そう、ヘリに当たってまた帰ってきちゃう。ある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 。だからあんまりボールを上げよう上げようと思っちゃうと、うん、逆にこう突っ込んじゃったりとか、うんうんうん、体重移動でこう体がぶれちゃったりとかするから、あんまりボールを上げようって思わないこと、うん、なるほどね。そうそう、もう開いてるクラブ持ってるし、普通に打てば、うん、普通のアプローチみたいに打ってもボール絶対上がるから、うんうんうん、あんまり上げようという意識をまず持たない。なるほどね。だそうです。意識を持たない、はい、なるほど、わかりました。はい、でちょっとこれは技術的なものではないんですが、はい、レッスンプロになろうと思ったきっかけは何ですか。おー、いい質問ですね。確かにいい質問ですね。うん、あんまり聞かれたことないね。うん、確かにないね。もともとは普通にツアープロになりたくてずっとゴルフしてたけど、うん、そのやっぱり慣れたとしても食べていけないんだろうなっていう思いがあり、もともとこうジュニアのレッスンにすごい興味があったから、うんうん、まあ、将来的にジュニアのレッスンをやりたいと思ってティーチングの免許を取りに行ったりとかして、うんうん、っていう感じ。的にはそういうジュニア育成みたいなのを、自分がジュニアからやってたから、うん、そういう風にこうジュニア育成とか うんうん、していきたいなっていう感じ。いい目標ですね。ね、これからはね。そうですね。最後にもキッズ。キッズ。なんかそういうイベントとか開きたくない？うん、うん、すごいやってみたい。うん、なるほどね。ゆうちゃんね、子供好きだもんね。好きだね。うん、点通ってアッパーの時に当たるってことだよね。ちょっと今ゆいちゃんがジェスチャーできないんで、私が代わりにジェスチャーします。ここ下がってここで打つってことね。ドライバーはね、アイアンはこうかもしれないけど、そうなんです、うん、上がったところで、そうだね、ボールのを打つ位置がアイアンとは違うから、うんうんうん、ドライバーはアッパーで当てないとボールは上がらない。なるほどね。ゴルフ始めて2ヶ月になったらできますかね、アッパーに。まあ、そもそもティーアップしてボール左側に置いてるわけだから、アッパーで打ちやすい環境ではある、うんうんうん、状態にさえ突っ込まなければっていう感じ。なるほどね。いや、状態が突っ込まなくなるよ、うん、突っ込みだ、突っ込み、そうだね、引き返しで
った。おー、多分みんなドライバーで天ぷらになってしまってると思う。多分まあみんながみんなそうじゃないかもしれないけど、状態が突っ込んでる人が多いんじゃないかなと思います。うーん、突っ込むと天ぷらになるのね。切り返して、はいはいはい、左にグッとね、そう、右肩が前に出るスイッチ、はいはいはい、パターンが多いんじゃないかな。でも右肩出さないように、そうだね、前にこう出ないように、出ないようにね。そうです。しっかり通ってるんですね。そうそうそう。
にお酒飲んだらなんか出るね、うん、出る、もう。あとね、はい、さっきアッパーブローの話があったんですが、はい、ドライバーでアッパーブローを意識してスイングすると、うん、地面を叩いてしまうのですが、ね、うーん、なるほどね多分腰が回ってないか、うん、要は左に回ってないから、ああ、こう回ってなくて、そうそうそう、こうなってるみたいな、そうそうそう、うんうんうん、か、まあ、アッパーブローで打つときに自分の右肩を下に落として打とうとすると、うん、絶対なるほど、ね、下についちゃうんで、うん、こう、うん、っていうよりかは左に回転していったねじれで、うんうん、アッパーに打ちたい。なるほどね。で、そうそう、右肩を落とそうとするとやっぱそうなっちゃうんですよ、なるほどね。とか左への回転が甘いとやっぱあのワンタッチ気味になる。ああ、ちょっと痛そうです。なるほどね。アッパーだからといって肩が落ちるわけじゃないと。そう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 。ね、そういうことです。あくまでも最下点は全部同じだから。はい。それちょっと勘違いしやすいかも。点が違うだけ。で、はい、ドライバーのイメージは縦振りですか横振りですか。基本は私は全部どっちかというと縦ですね。私は。横のイメージを持ってしまうとシャフトがめちゃくちゃ寝ちゃうんで、うん、そうするとあんま私はスイング良くならないから、うん、私のイメージは縦です、うん、やばい状態みたいなやつやるかいいじゃん、という感じで、はい、たくさんの質問ありがとうございます。
ありがとうございました。ゆいちゃんありがとうございます。